はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコイン、インスタリアム、そして空なと3目からチャート分析していきますので、ぜひ最後までお付き合いくださいよというところでございますが、えー、本日がですね、6月の26日も6月も末、2024年も半分が終わるよということで、やっていこうかなと思いますが、水曜日、えー、ただいまの時間が午前10時30分というところでね、今日の動画を撮影しております。今日も今日とて、皆さんに元気と勇気をお届けして、まいります。パババヘイヘイ ということでね、えー、僕のチャンネルでは皆さんのチャードスに役立ちの方ですね、えー、毎日更新しております。今日の動画を見て、参考になったな、ためになったなと思っていただいた画面の前のあなた、チャンネル登録忘れずに、高評価も押していただけると、次の動画へのモチベーションにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたしますよ。ということで、早速ね、始めていきたいんですけれども、ね、えー、今日はですね、えー、久しぶりに5年ぶりぐらいか、4年,4年か5年ぶりぐらいね、えー、術の兄が <laughs> あの実家に帰ってくるんで、えー、そやつにですね、 会いろいろね、会わへん間に昇進したりとかなんかしてるみたいなんでね、まあ、なんか昇進祝いやらんやら持ったりとかしながら <laughs>、うん、行こうかなと思ってるんで、ちょっといつもよりも早い時間に動画を作成しております。はい、えー、ご了承ください。で、えー、明日もちょっと早い時間になると思います。いつもよりもね、はい、昼前ぐらいに上がるんじゃねえかなつって思ってる次第なんですけれども、えー、そちらもね、ぜひ、えー、ご視聴いただけたらと思いますが、えー、早速ですね、えー、チャット分析にもう今日は入っていきたいなと思います。ただですね、あのね、 ちょっと思ったよりあのー、みんなにね最近さちょっと重かったやんなんかもう落ちるでとか下落するかもしらんでとかねやばいでーみたいな <laughs> やってるでーみたいなことを言いがちやったんですけどようやくね ちょっと明るい、あのー、チャートの分析結果というかねをお届けできるような気がしてますので最近ちょっともう勇気もうお腹いっぱいは下落系って思ってた方は、えー、今,日今日のね動画を見てちょっとこう気持ちを晴れやかにしていただけたらなというふうに思います。はいということで早速始めていきますが、えー、これね昨日の時点でも週足ちょっと見たんですがこれちょっと1個の可能性として出てきたことを、あのー、言っときます。 はい、これもあくまでもまだ全然確定してないあと今週で言ったら水曜日今日水曜日でしょ水木金土、o でしょあと5日間あるんであの全然まだまだあのどうなるか分かんないんですけどこうなったらあるんじゃねえのっていうところだけちょっとお伝えしておきたいんですけれどもこれご覧くださいえ足、ー、ねこんだけ上昇してきましたよえー、2万5000から7万まで上昇しましたよビューンとね上昇しました で、週足レベルで引いてるのが紫の、えー、トレンドラインになるんですが、そこをご覧ください。高値切り下げてます。タドゥタドゥよ。よ、えー。今回、このまま、今週の週足、特に要選とかだったらめっちゃいいよね。はい、なったらいいんですが、えー、このまま安値確定すると、切り上げてるんですね。これ見たことに、みんな、このチャートパティーン。ああ、続入、上昇、ペナンツ ねえこれ上に上がりやすいよって言われてますこの形が見えてきた、うん、で、えー、昨日の時点でも言ってたけど一番怖いパターンとしては今現状一番みんなが見えてるこのダブルトップこれが一番怖いんですよねこの実体験ネックライン6万1300ねっヒゲ先ネックラインが5万6500このダブルトップ決められちゃうと 直近の安値、ねえー、サポートライン系は全部貫かれる可能性が出てきちゃうんですよねそうなってくるとそれこそ4万ドル台とかねあの僕はその間にもね買い場作ってますけど、まあ、ゲーム使えるからラッキーぐらいの感じですが、えー、5万6千5万3千0、ね、4万9千とかねあのサポートラインがあるんですけどそのあたり全部貫いてまだ下落する可能性が出てきてしまうというところです、はい、ただ、えー、それがちょっと薄まった感がある特に今週の週足がこのままあと えー、5日後月、来週の月曜日の時点で6万3100ちょいなんですけど、が上回ってたらね、価格帯がね、陽請に変わるんですよ。で、しかもそれに上髭なかったりとかしてみ、フィンブんもう一回、フィンブル、うんこれはあのローソク足のねパターンで覚えておいてほしいんですけど、はい下げ止まりのねあの示唆するローソク足でフィンブル、うん、ブル、うん、これ、あ BAL、ブル、うん、これ、ブル うん、このねあのピンブルーが出てくるんじゃないかなっつって、えー、なるわけですよ。そうなった場合、この、ね、上昇ペナルティーがペナルティーしてくるわけですよ。うん、ワッキー。うん、ワッキーさん、久しぶりに言ったわ。そう。ね。そなった場合は、まあも、このままもしかしたら三角持ち合い継続するかもしれないね。うん。そのままもしかしたら3点目なんで次ね、ここで上抜けてきたりとかするのであれア,レビア あこのの下落の要素っていうのは打ち消されます要はダブルトップを否定する形からの僕がいつも言っているダブルトップからの皆さん声,声を揃えてダブルバルブ、ねはい、になる可能性が出てくるので,でこれはこれで一つありかなというところ、まあ、これがちょっと明るい未来なんですがこれは不確定要素多すぎるんであの話半分話3分の1「壊れるほど愛してもオーサムの位置も伝わらない」ですね。 はい、3分の1ぐらいで聞いといてほしいんですけど、まあ、もしかすると、えー、上昇ペナントの可能性も出てきたよというところはいでございます。これがい,いポイントでただね短期が別に全部が全部あのいい方向に触れてるわけではない、えー、のでそこはちょっと注意ね。 ただ、えーと、スキャルピングレベルでいくと30分足、分足レベルではもう、好転してます。で、1時間足が好転できるかどうかっていうところに差し当たっていて、それが好転すればつ次は4時間足に伝染して、で、6時間、12時間、1日足とどんどん伝染してくるんですが、とりあえず、日足でいくと、まあ、これももう昨日ずっと言ってるんで問題ないと思うんですけど、まあ、最低でも25円目を超えてからじゃないと、まあ、そのね、さっき言ってた、えー、ペナントが、えー、完成する形。 上昇に、えー、上限ペナントの上限まで、えー、三角持ち合いの、えー、上限まで行くパターンっていうのが生まれてこないし要はこっから続落っていうパターン十分あるからねここは要注意ね冷やしレベルの話でいくのねただ今回のこの安値が切り上がっててしかも200円もあるもんねだからここで完,完結していて安値が。 このまま上がっていくんであれば必然的にこの25イを上抜けた後25イをサポートに回してさらに上昇に転じてくると思うんで、まあ、そこを拾っていけばスイングレベルは十分間に合うかなと思います、はい、それでも1万ドル幅ぐらい1万ドル弱78000ドル幅ぐらいのね上値落ち出てくるから25イメ上抜けからの、えー、三角持ち合いの上限まで狙っていこうとしたとしてもね、うん、だからここは全然安心してくださいまだまだ間に合います慌てる必要はないただ短期で持っとけばそれが結果的にスイングで、えー、うまく上昇してくれればね うん、自分の縦根がある程度良くてうまく上昇してくれればこの7万、えー、4500とかね7万1000ぐらいまではもうそのまま短期の目線が引っ張っていける可能性あるただ短期の目線で長期引っ張ろうと思うとかなりのストレスかかるしめっちゃポジションの、えー、とそストップロスとかをね調整しながら調整しながら上げていかないと無にキス可能性があるから要は握り潰すっていう可能性があるから、まあ、それはしないように部分理覚したりとかストップロスしっかり上げて対応するとかいろいろやりながらねあ あのそういういリスクヘッジをする施策を取りながら、えー、狙っていくとで途中で切られるかもしれないそれ切られたら次はもうちょっと上位足の、えー、エントリーできるパターンで再度入っていくみたいな形で十分いいと思いますであのトレードをするっていうことにあたって一番大事なことを、えー、皆さん覚えておいてほしいんですけどトレードっていうのは値幅を取るゲームですこれ覚えておいてほしいし例えばね、こっからここまでの値幅を取るのが一番まあ確かにかっこいいんですねはい。 1> 俺1万ドル幅取ってんねん。キらん。これかっこええん。うん。かっこいいねんけど、1000ドル幅10回取っても1万ドル幅なんですよ。そう。だからここはちょっと間違えたらあかんよ。で、目線によっては、それは1万ドル幅、えー、取れる目線はあります。その場合は大体スイング目線でエントリーしてることが多い。 ここだけ押さえておいて、15分足、30分足はスキャルピングレベルで入ってるエントリーが1万ドル幅伸びるなんてことは、ごく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 まれ、ごく回り、ボブ回りみたいなもんです。そういうことですよ。なんで、ここに関してですね、しっかりと自分の持ってるポジションが短期なのか、超短期なのか、短期なのか、中期長期なのかっていうところをしっかりとまず確認する必要があるということですね、は。い で、まあ一応ですね、えー、このペナントの上限、えー、行くにあたっては、一応この25イを上抜けるっていう動作は、えー、確実に必要不可欠になってくるので、まあそこの後の展開をスイングレベルでは捉えていくと思っていてください。それまでは短期で回していけばいいと思います。はい。で、例えばけど、ここからですよ、もう一回この下、試しに来るとかがあってくれたら、このダブルボトム狙うみたいなことはやってもいいと思うけど、 3点目なんでね3点目のサポートを確認していくみたいなことがあればねここはとってもいいと思うけどこ,この後の動きですねは多分短期の目線でしか取れないかなこの25名上抜けるっていうところからの目線以外はねうんなんで、えー、今からですね、えー、短期で取れそうなところっていうのを皆さんにお伝えしていきますはいではいつも通りの4時間足から見ていきましょうよこいしょ、ね、4時間足これね面白いんですよちょっとまず1つ修正というか訂正しておきますが このチャンネルはね、ちょっとね、裏表も効かないし、弱いので、一旦消します。見にくくなるんでね。で、ここで残ったるは、えー、加工ウェッズイですね、ウェッズイ。うん、ウェッズイが、裏効いてるの分かるかな、これ。ね、この加減。安値の切り下げラインが、裏で効いてるんですよね、今現状ね。なんで、こっから 25EMA とかを上抜けてくる動き、こっからですね、こっからは4時間レベルで好転するかもしれないという形になりますので、この後の、 次のここのレジサポ転換このウェッジの加減ねとかこの上限赤ねこの裏タッチングロペスのパンパー災害は要注目要チェックラーブ,ブーンですねはいこれブーンなわけですよなんでこのあたりはちょっと注目とただ逆を返すと今抜けるか抜けへんかっていう抵抗体に接触してますじゃあ今ロング打つべきですかショート打つべきですか打つべきすんだんですかってことですよはい なのでこの場合は基本的にはやっぱりレジスタンスラインに、えー、接触してますので基本的にはショートの方が狙いやすい状況ではあるということですただかなり強気で上昇はしてきてるのでちょっと怖い部分はありますなので、えー、もしかすると両立てしていくとかもう一つありかもね、はい、このあたりで一回押してくると思ってこの4時間視目線で一旦ショートを打っとくで1時間視レベルとかでロング打てるポイントっていうのがかなり出てきておりますからそこからロングを狙っていくみたいな形はありかなと思います、はい ただ、一応ね、1時間足30分足で立てた目線よりも、4時間足の方が上位足になりますから、影響力が4時間足の方が強いです。じゃあ、この4時間足の25英明がきっちり仕事をして、下落してくるっていうパターンは12分にありますから、やっぱここのショートは1本持っときたいねっていう感じである。ただ、さっきも言った通り、このまま25英明、この緑のえトレンドライン、ね、上抜けてくるようであれば、一旦必ず損切りしてください。ここからの展開っていうのは、もしかすると上に向くかもしれない。はい。っていうところがあるので、ここはしっかりと押さえておいてください。 はい、でここからですねさっき言ってた1時間足30今日はもうちょっと30分足まで見ざるを得ない見ざる言わざる聞かざるね、えー、なんですけれどもまず1時間足見てください、えー、25五目の、えー、上抜けに成功していてなおかつですね25五目のサポートまでついに、えー、追蔵見えてきてますはいでこの流れを作ったのは実は1時間足ではなくて30分足見てみてくださいはい30分足の25五メがべっ 食べたよああベッタベタにいてますねはい見たわかるよ、ねこれねまあここちょっと一回抜け感ありましたけどその後上抜けたあとはサポーティーサポーティーインジサポーティーってことですね、はい。トリプルサポーティーになってるわけですよ。 ただ抵抗体もある程度見えてきてるのも分かるよねこれねだこれ僕は基本的にはやり方要はチャートム析スのやり方方法を皆さんに教えてるわけですからあの僕がいつも「お前4時間と1時間しかいつも見てへんくせに30分はして急に言切り出すねこの「ゴルラゴルラ」みたいなことになってる人いると思うんですけどまあまあ落ち着いてうんあのそれ自分でやれわしあのこの動画限られた動画の時間の中で「冷やし12時間し6時間し4時間し2時間し1時間し」 え30分15分5分足とかやってたら明日までかかる <laughs> 動画が完成せんはいだからやり方っていうのを伝えてるわけですよ僕はできるだけみんなができるようになってほしいからねはいで今回はこの25を読めて僕がいつも、えー、言ってるキーワードが聞いてきてるのでそれはやり方として覚えておいてって話で今度は抵抗体どこが抵抗されてますかこれももう今のみんなやったら、えー、見つけれるはずここが抵抗体ですよね結局ねはいで形的に これね、ちょっとビットコインが苦手と言われているけれども安値な、安値が切り上げているね。はい。で、高値が、えー、ある程度、えー、強いところが6万2千で見えている。6万2千が一定で、えー、強そうだと。はい。でアセンセンスソソンソンススンスンスンス,ンスンですね。アセンリングトライアングルってやつね。はい。 なんでこのままこのトレンドラインが効いてくるのであれば、えー上,抜がえー、上抜けができるようになって、そうなってくると、えー、直近ね、綺麗に効いたこの緑のトレ,ントレンディエンジェル、お兄さんトレンディだね、うん、トレンディエンジェル、斎藤さんだぞ、ラインですね、えー、を上抜けてくるわけですね、そうなってきたら、はい、上昇っていうことになります。はい、この辺は押さえておいてください。だここをきっかけに、えー、上がってくると思うので、このあたりはしっかりと皆さんのチャートの中に書いといて、ここが強そうだなっていうところと、この高値の安値の切り上げラインね。はい で、アセンディングトライアングル、えー、決着ついたら上降りそうだな、みたいなところも考えておいてください。はい。で、ちょっと1時間足に戻しますが、よいしょ。ね、もうほら、25メートルの帰りがあるまま上に伸びようとしてますよね。ちょっと強さがぐいぐいと、えー、強まってきてるようにも見えますよ、というところですね。このまま、えー、直近のね、この高値の実体験、えー、6万2100、えー、とかかな。 はい、この辺り上抜いてくるんであれば、ある程度1時間足も好転したと思っていいと思います。だそれが4時間足に伝染できるかどうか、4時間足の、えー、レジスタンスラインを1時間足が、まあ、要は下克上ですよね。はい、できるかどうかっていうところになってきてますので、まあ、この辺りをしっかりと注目しておくと。はい。たださっきも言った通り、ここを抜けるまでは安心できねえよ、つうことです。はい。こっからのダブ,ルボダブルトップの形もあるしね。 だからさっき言ってたみたいに、えー、ショート打ちたい人はもうちょっと引きつけてもいいし、この辺から売り上がるパターン考えといてもいいし、このダブルトップを背にしたね、えー、ショート、このトレンドラインねト、トレンドラインとダブルトップを意識したショートは1本持っといてもええんでねえのってことですね。はい、えー、このあたりを参考にしながらですね、皆さんのシナリオ作りにお役立っていただけたらいいんでねえかいというところでございますよと。はい、いうことでございまして、えー、イーサリアムに行きたいと思います。 よいしょイーサリアムね。イーサリアムに関しても、関しても、これ週足、えー、でございます。見てください。間もなく、えー、陽性ですね。はい。これがね、もう今、井上陽水がすっごい頭に出てきて。 「夏が過ぎ風はざみ」が頭に流れてますけれども「陽線っていうところでね <laughs> はいそれを置いといてえもう間もなく陽線に切り替わります中足ここでピンバーとが出たら十分こっからね高値更新していくパターン見れるよねっていうところはあるんですはいこれね で聞いたところもしっかりやってでここでしっかりサポートされてしかも週足25円目割ってないで直近もサポートラインとして成り立ってたで考えたらこのまま高値更新していくパターン十分あるしもしかするとまあ,ある程度ここが強そうだなっていうのは分かるよね3900とかね4000が強いと見ていいんかな4000強いよっていう感じ。 ね、4000強いよ、やけどこのまま、えー、安値切り上げていくよ、じゃあさっきのビットコインの30分足とかで出てきた、アセンセンスソソンソンスス,スンススンススですね、アセンディングトライアングルってやつね、はい、このアセンディングトライアングルっていうのがこういう形で、えー、成立してくるんであれば、上抜け、えー、できてくるよねっていうことになってくる、うん、かもしれない、うん、期待、大、うん、期待、大、<laughs> 期待でもないな、<laughs> はい、中期待ぐらい。うん あのー、外線でいうところのチャンスボタンね、えー、ボタンプッシュ出て、バン、チャンスぐらい。うん、激アツだよね、まだ、うん。まだチャンスぐらい。うん、もしくは、えー、リプレイ3連ぐらい。うん、あ,れあれあれっつって、なるぐらい,、はい。そんな感じになってますよという、えー、ところでございます。で、ただですよ。 えー、まだそれが、えー、そうなるかどうかっていうのは、えー、全然決まってない、まあ、未来は決まってない決まらないし、うん、あくまで想定するだけなんですけど、まあ、それもさっきビットコインでも言いましたがこの25円目の上抜けっていうところがある程度確定してこないとそうはならないよっていうところですね。はい、じゃない タイプですねじゃないタイプパターンが出てくる可能性があるのでそこに対してはしっかりとリスクヘッジのショートを持っていくのか、まあ、今現状で言うのであれば、まあ、ショートの方が優位性が高いわけですからここの、えー、戻り売りっていうのは狙っていかざるを得ないよねというところですね。はい、でその後 ね、この上抜けがあって次サポートになってねあれ上強いやんから十分入っていってもいけ入っていけると思うんですそれもね、はい、その辺りはしっかりと押さえておくといいんじゃないかなというところでございます、はい、ただ今現状はまだまだ弱いなぜなら、えー、直近の安値群ねこの緑の水平像、えー、ねこの辺をやっぱ上抜けないとね直近のレジサポ転換される可能性十分あるわけですよ はい、じゃあそこに25円もかぶってきてるよ、ね、そうなってきて、しかもデッドクロスもするよってなってきたら、やっぱり売りたい勢が、えー、一定数、確実に出てくるわけですよ。じゃあその一定数がかなり大多数になるのであれば、やっぱり下がってくるし、価格はね、はい。っていうところになってきますから。 でしかもね、えー、一旦戻ってきたら、もう現物手放しちゃおうかなっていうね、あのちょっと心の弱い人たちもやっぱいらっしゃいますから、ねちょっと戻って、あ、東の25名に接触したな、じゃあ一旦た現,現物売り払っちゃえみたいなね、えー、ことも起こったりとか、ね、利確売りであったりとか、そんなとこも入ってきたりなんかしたり、えー、すると、やっぱ下がっちゃうしね。 はい、そこは分かりませんが、一応、上に上がる未来っていうのは、えー、多少なりとも見えてきたかなと思います。だから、今週のね、えー、週足確定っていうのは、やっぱりどっちみち大事かなと思います。はい、えー。注目はしておいてください。で、続きましてが、四図関ンス。ね、四図関ンス、見てください、これ。ね、四図関ンス見たら分かるよね。25円目のきっちり抵抗を受けまして今、今、えー、推移しております。ただ、えー、現状ですね、えー、直近のここですね、直近の高値に対してサポートが入って、 で、今え、サポートになって25位目に再度トライしていきてますね。このまま上に抜けてくるんであれば、一旦押し目はこの黄色のゾーンとかで拾っていけるパターンに入ってきますから、ここの上抜けからの裏タッチングロフェスのパンパスガイ。はい、ここはえ見ておいてもいいんじゃないかなと。うん。リバースタッチングロフェスの、えー、パンパスガイね。うん。これは大丈夫大、大事よ。ね、ここ押さえておいてください。はい。ここね、えー、注目はしておいてもらえたらな。ただよ、ただ。 先、ね、きも言った通り25位目に接触していて直近の、えー、安値に対しての裏タッチにもなってますから今後に対して、えー、抵抗体を背にしたショートっていうのは、えー、12分に優位性はありますから、はい、これに関してはまあ好き好きになりますが、えー、ショート打つのも一つありと、はい、いうところでございますでそのまま1時間足見ていきましょうよいしょうんビットコインよりもどっちかっていうとイーサリアムの方が1時間足の25位目はきっちり聞いてくれてる感じだねこれもめっちゃ綺麗に反応してるもんね ここもそうやけど見てトーンと下げてビューンと上がってトントントンのピューンやねはい意味わかんないでしょうーん自分で言っててもちょっと今意味わからんかったからな <laughs> まあけども見てもらったら分かるようにね25位目がここでもうバキバキ抵抗したわけですバキバキの抵抗体ねはいそっから上抜けを成功させてのここでサポートここはちょっと抜け感あったけど次のサポートはきっちり反応しての上昇 ね、で直近の抵抗体で利確する。ね、でここはちょっと入りにくかったから次ここで入り直すみたいなねもう何歩でもロング取れましたよみたいな、えー、パターンにはなりましたね今回ね短期で見るとねこれはもうスキャルピングレベルよ。はいまあ、デイトレギリデイトレと言ってもおかしくないけどね、はいまあ、一応ねこれねほんま諸説あるんですよそのスキャルピングとはとか、えー、デイトレードとはとか結構曖昧なんですよね数分から数秒から数分 でトレードするのがスキャルピングって書いてあるところがあるんですよ。ってことは時間レベルでトレードする場合はもうそれデイトレじゃねえのかっていう話になってくるわけよ。でデイトレっていうのを見るとだいたい1日に数回トレードするみたいなこと書いたりするわけですね。そうなった場合まあ9回トレードするってなった9時間かけてトレードしたそれもデイトレなんですね。うん難しいね。まあだからデイトレでもいいと思うんだけど。 えー、かなり、えー、取りやすいポイントっていうのが結構あったかなというところです。はいで、ちょっとね、あのざっくり見ると、黄色のゾーンが効いてるんですが、まあ、これね、1時間してみたらもうちょっと細かく見えるよね。ここが今、抵抗体ですね。この黄色。もう一段上、ちょっとわかりにくいな、白にしようか。白、白、白、白,白、ホワイト。はい。大、え、体、ー、いい3400ちょいちょい、うん、3420とかねここは今、抵抗体なわけですね。はい で、えー、安値切り上げ。ってことは、もうこれもまた、あれですね。あれがあれしてるわけですよ。あれがあれして、あれエンディング、トライエン,エンデリンディングになってるんで、まあこれに関しては、やっぱアセトラ、えー、上抜けは期待したいなと思います。はい。で、上抜けた後の裏タッチングロペスのパンパス外は狙っていける。今、新規でポジション持ってない人はの話な。はい、ここでトレ,ドトレードできてるのがいいんやで、はい。一番いいのは、縦根がいいこと。これが一番です。縦根は正義だ。うん。縦根が良かったら、ある程度余裕持ってトレードできるから。うん。 やっぱねこうもうある程度、うわ上やなーってなってたとしても、ここで取ったロングとここの取ったロングって全然やっぱ違うんですよね。このローソク足を一旦全戻し、もしくはちょい割ってから、再度上昇していくみたいなこと、結構あるんですよ、やっぱり。そうなった時に、ここでポジション取ってしまうと、直近の縦に、ね、割っちゃうんで、ストップロスに引っかかってしまう可能性あるんですよね、どうしても。 けど一段下でちゃんと取れた場合はこのストップロスにかかわらずにそのまま上がっていってくれる可能性があるんですよね。っていうことはやっぱ縦根ってねすごい大事なんですよ。縦根悪いとどっちみち比較せざるを得なくなっちゃうんでだから結局判断の速さっていうのも大事。判断力、判断スピードもすごい大事。はい、なんでまあここの25位目を諦めずに拾っていってた人は今、含み益やろうしその前のこの25位目、いやここ。 狙っていけるなみたいなところで入っていっている人は今十分含み益というか、ね、かなり余裕を持った、えー、短期のトレードができているんじゃないかなという、えー、次第でございますので、まあ、基本的にですね、えー、どの配信者さんもそうなんですけどやっぱり1日ど、えー、YouTuber 系の人やとやっぱり1日1回ないしは多くて2回なんですよ。それで網羅できるチャートのパターンチャートの分析なんて、まあ、あって数時間ですよ効力としてね。うん じゃあ結局その間間に空間があるわけ約1日ぐらいの隙間があるわけですね動画と動画で言うのであればじゃあその間は自分で分析して自分でトレードしないといけないんですよそれをね制殺与奪の,の権,を権限をねあの相手に委になんて誰か鬼滅の刃の誰かが言ってたよ <laughs> あ言うな委ったらダメなんですよお金はね金は命より重いって利根川さんも言ってたやんや返しの。<laughs> だからってことはお金イコール、まあ、ある意味命ですよ、はい、それをあの誰かしら知らんねリアルで会ったこともないリアルで会ってるやつにですら僕は任すあれはないと思うけど、うん、リアルで会ったことない誰かも知らないなん、ね、やったら X なんかで言ったら、ね、アイコンなんてデボルメしまくりですよあそんなお前かっこよくないやんってやつばっかりですよ。 名前も全然違うよ。僕勇気本名です。はい、ね名前も全然違う。ねそんな人たちにあなたの大事な命より大事なお金を預けてはいけない。じゃあ結局じゃあどうしたらいいのってことですけどやり方を学んで自分でトレードするこれが一番大事なんですよ。じゃあ失敗した時も自分の責任やからちゃんと勉強するようになるけど誰かの 責任においてトレードお金を失ってしまった場合って、絶対その人たちは間違いなくそいつのせいにするんですよ。勝った時は何も言いません。する。なやったらちょっとありがとうっていうぐらい。うん。やけど、負けた時だけ、お前のせいで負けたの。俺がやぶりゃ、俺でべらりゃ、べらりゃ、べらりゃってやるわけですよ。うん。成長戦。うん。一切戦場戦。うん。だから基本的には投資は自己責任の上でやらないといけないんですけど、 自己責任でやろうと思ったら誰かの何かに影響されて,てはいけないってことですね。はい、なんで僕は基本的にはその上だ下だ買え売れとも言わんしやり方こうやって見ていったら僕はこういうふうに見ていったらいいふうに転んだよとかこういう経験があるよっていうのを皆さんに伝えてえそれをですね皆さんが吸収して自分の引き出しの中にしまってもらってえ結果ですね自分の引き出しにしてそれ,をそれに対してえチャート分析をして。 ね、それでトレードしていくっていう風になっていってほしいなっていうコンセプトのもと動画を作成しておりますので、えー、ぜひですねチャンネル登録していってください <laughs> 以上です、はい、では、えー、そのままですねえー、っとソラナちゃんに行きましょうよいしょソラナもねある程度よいしょ回復はしてきてますよねこれ週足ソラナに関しては週足もすでに陽性になってますね、まあ、ただ今ぐらいで、えー、締め切るのであればここ見てもらったら分かるかなちょっと線引いといた方がいいね この実態ねこれよりも下で要は確定してしまうと要請がねここの実態抵抗されたやんっていう風にも見えなくはないのでまだちょっとやっぱそれでもうんそれでもってバラジリンクスが言ってる多分今うんそれでも俺に力を貸せユリカーンって言ってると思うんでだからここに関してはこれよりも上で確定する方が僕の中では見え方としてはいいのかなと思いますま。それぐらいえ空に関しては まあただ、冷やしに関してもね、かなり冷やしが出てきてるので、もうちょっとリバーありそうだなっていう感じ。それこそ、ビットコインとかでも言ったけど、25円との返りがもう少しあるんですよね。だいたいまあ接触するのであれば144ドルとか145ドルぐらいえのところで、まあ、冷やしの25円目と接触するような形になるんですが、うん、それぐらいまでの戻りはあるかなというところ。 なんで、ここの戻りを、じゃあ、ここまで戻りそうだなっていう目線が立てれたんやったら、そこからは、えー、短,短期ですね。4時間足1時間足を見ながら、えー、短期のトレードを回していくと。今、こっからロングは怖いから、スイング目線でね。だって、例えばねこっからロング入りますってするとするやん、スイング目線で。冷足レベルでね、冷足目線で、ここロング入りますってなった場合、あなたじゃあ、それ、損切りどこでしまんのって話。冷足レベルで損切りできるのって、ね、これはもう時間足レベルやから。 この水平線はねじゃあ日足レベルで見える水平線って最低でも125ドルなんですよね。その次は、えー、直近の最安値121ドルここですよ。じゃあどっちかを損切りにするとしたとしても損こんだけなあるのよ。リスクこれがリスクです。ね、でリワード、ね、今25円目 A の戻りまでを取っていきたいって考えてロングを取ろうとしてるわけよ。じゃあリワードってこんだけしかないんですよ。 ね、じゃあこれ損「損大理想」じゃねえのってことですよ。僕らが目指さない,のい,け目目指さないといけないのは「損勝利大」のトレード。でこれがもう圧倒的に有利にトレードを進めるためにえ絶対的に必要な、えー、言葉4文字熟語だからあのトレードがトレードこれから頑張っていかなあかんねんっていう人が「あ,のあなたの好きな4文字熟語なんですか?」って聞かれたら「損勝利大」って言わないといけないんですよ。うん、そういうことうんんそいこと <laughs> なんですけどこれに関しては今エントリーしてしまうと冷やしレベルで考えた時に損大利想のトレードになりますよってことはここのトレードはしてはいけないってことになるんですよ n o t r a うん、そういうことですでいくらここまでの上値余地が見えたとてと T の突起能なんですよこの損をしっかりと見ないといけない現実も見ないといけないっていうことです はい、ここの上の余地を取っていくんやったら結果的に4時間足1時間足ない,しないしは30分足であったりとかで目線を組み立てていくしかないなんで結果的にここまで届かない可能性はあるってことですね、はい、どっかしらで、えー、時間足で考えたら時間足レベルなりの、えー、抵抗体が出てくるわけですからそこで部分理覚したりとか理覚したりとかしないといけなくなってくるんでここまで狙っていきたいんやけど結果的にここまで届かない可能性はあるっていうことです、はい、そこはしっかりと押さえておいてください ただ、えー、もうちょっと上がりそうだなと。上、えー、もうちょっと強気で上がってきてもおかしくないなっていう、その現状の把握みたいな。まあ、環境認識って言ったりするんですけど、まあ、それが今一旦できましたよと。で、これで四字干し見ていきます。で、四次関心見てください。えー、圧倒的に、えー、イーサ3でンビットコインよりも強いですよね。はい、25円目上抜けた後、この白のトレンドラインはね、効いてるんやけどね、 ここは、あれやね、難しい、覚醒遺伝的なことしてるな。はい、このさっき白のトレンドライン覚えておいてほしいんですが、冷やしレベルで見たときの、えー、長期目線のね、安値の切り上げラインがこの白のトレンドラインです。それを覚えたまあまあ4時間足見てきます、はい。今反応してるのがどこかっていうのはわかるかなっていう感じですね。まあ本番もうちょっと押してくれるとね、もっと入りやすかったんですけどね。はい。ここはちょっと、まあ、エントリーしづらいところである。まあ一応ギリギリ考えたとしたら、ここっすね。直近の高値。 からヒゲゾーンですねここのレジサポ転換と考えれるという感じかな。はい、このトレンドラインが効いたっていうよりはこのレジサポ転換と考えた方がもしかしたら、えー、素直に、えー、分かりやすい、えー、形にはなるんじゃないかなと思いますが。 はいまあ、このレジサポテンガンが効いて今サポ,サポートされて上に上がってきているというところでございますただ、えー、ソラナに関しては圧倒的に強い、えー、抵抗体がもう目の前目前にありますからここを上抜けてからで僕はいいんじゃないかなと思いますロング入るんやったらここはい この圧倒的意識ラインね、完全に2点ずつレジサポ転換した、このレジスタンスラインを上抜けるんであれば、えー、ショートの損切りが巻き込まれるので、ある程度、えー、ショートカバー的な動きで上昇してくる可能性っていうのは、えー、出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい。あなった。ここのなんかグレーになってるのすげえ気になった。うん、よいしょ。というところですね。なんで、えー、この辺をちょっと意識しながら、ちょっと待ってや。あよかった。 消えへんかと思った、はい、この辺を意識しながらトレードしていく形でいいんじゃないかなと。なんで今ちょっとねもこの、ここで反応して伸びてしまってるんで、こっからのロングはちょっとリスキー、さっき言った、えー、リスクが大きくなってる、広がってますよね、今現状ね。例えばやけど、ねこの直近の安値、ね、ヒゲ先で損切りするとしても、リスクがこんなきあるわけでしょ。で直近の最大の、えー、レジスタンスラインといってる、この141ドルぐらいかな、ここまでを、まあ、ある程度一旦部分利確する、えー、目,目印。 ね、ターゲットとするならリス、えー、リワードこんなわけですよ。じゃあリスクに対して、リワードの方が小っちゃいね。じゃあまた、えー、損代利償のトレードをしてしまうことになるという、えー、ことですね。なんで、もうほんまに背は近ければ近いほどいい。うん。なので、えー、もうちょっと引きつけてから、もしくは上抜けてからの展開を狙っていくしか今現状はなくなったということです。もうすでに今現状だからロングのポジションを持ててる人は、この、 え25位目、上抜け、ここ、ブレイクを狙ってロング持ってる人、もしくはこのさっき言った直近の高値に対する裏タッチングロペスのパンパース外でもうすでにここでロング持ってる人、この2つしかえありえないわけですね、短期はねは。ありえないことはないよ、今、ありえないって言ったらもうそれこそがありえなかったね、ごめん、ごめん、僕的にはそこぐらいしか見当たらないということですね。 でじゃあここから新規のポジション取りたいんだよーって人はねここからの展開捉えていくよーっていうことになると、えー、いうことになりますよ。はいよいしょ。で1時間足。はいね。ああなるほどね。うん25位目が圧倒的にここも効いてくれましたね。はいでサポートされてドンと上がったと。でこれに関してはここの3ンを打ち消した形ですね。 になるので、まあ、ある程度ショートカバー的なことも起こりつつの、まあ、トーンと跳ねた感じですよね。はい、でここからは直近の高値に、えー、トライしてるわけですからここが抵抗体ということですね、はい。この抵抗体を上抜けれるかどうかの今戦いに挑んでいるとこのまま、えー、その戦いに負けるのであれば結果的にこれねダブルトップ的な形になったりとかね。 まあトリプルトップなんですけど、まあ、これを1つの山と捉えるのであれば、もうちょっと横軸を使って、ね、こういう形でもう少し長期間でのダブルトップを組むことによって、再度下落に走らせるっていう形ね、うん、こういうことが起こり得るので、まあ、ここに関しては、じゃあ今、何のポジション取れますかっていうところは皆さんで理解できるかなと思います。はい、抵抗体が背にできる状態で、損傷利大のトレードをしないといけない、リスクリワードを考えたトレードをしないといけない。じゃあ今、ここが抵抗体です。 ここが壁になってます跳ね返るボールボールみんなが持ってると考えてみんながここからボール投げましたピョーンってねはいここに壁がありますねじゃあどっちに跳ね返りますかこっちですよねはいじゃあ今現状壁があるところから跳ね返る方向に対しての、えー、ポジションを取る必要がありますからここに関してはどっちかっていうとショートの方が優位性は高まってますよということですでこのショートを切られた場合は次は目線切り替えて次の裏タッチングロペスのパンパス外 を検討してて、えー、ロングに持ちるる必要が出てくると、えー、いうところですね、はい。で、なんでじゃあ、もしかしたら上抜けるかもしれない。まあ、ここのね、要線が強すぎるんで、ショート打つの正直怖いですけど、うん。だ僕はあんま推奨戦けどね、ここでのショートはね。はい、まあ、けど、えーと、絶対ここで抵抗されないっていう確証がないわけですよ。抵抗体があるがゆえにね、うん、ここが何もなく、もう要はこの辺とかやったら、 この辺の高値とかやったら、ここでのショートは意味ないよ。意味わからなくなるよ。背がないんでね。はい、背中が任せれてない。いや要は、後ろにまさるがいないんですよね。ナルミの背中にマサるがいないんですよ。うん。なるみ兄ちゃん、なるみ兄ちゃん、なるみ兄ちゃん,ちゃんって言いながら戦ってくれてないんですよ。グリムリーパーで。ね、じゃあ、ナルミも、ね、あのー、背中が頼もしいぜ <laughs> とは言えないわけですよ。だから、皆さんは常に自分がナルミやと思ってください。うん。 で、背中にマサルがおるのかどうかっていうのをちゃんと確認してください。煙突掃除がね。うん。こうおるんやったら、グリムリーパーおるんやったら、エントリーしていいし、うん、グリムリーパーおれへんねやったら、逆にだからマサルでもいいですよ。ナルミおれへんねやったら、背中任せれてないですから、うん。やっぱり、あの、ハーレクイーンに負けちゃうわけですよ。俺に勝てると思って、俺っちに勝てると思ってるのかーいって言われるわけですよ。うん。 あ,あもう雷でビカビカビカーっつってやられるわけですね。前日もいいやいやエレオノールになとかあの案内してもらえて勝てないわけですよね。じゃエ,エレオノールもいないといけないわけですよ。なもうあなたにとってこのトレードに対してのマサルもしくはナルミもしくはエレオノールがいるのですかっていうところをしっかりと見ていくってことですね。熱く語ったけど伝わる人2人か3人かな。 <laughs> あのそういうニッチな世界でやらせてもらってます。はい、ということでですね、えー、本日は以上で終わりたいと思います。えー、最後まで今日動画を見たあな,あなた、えー、なかなかのつわものですね。<laughs> 大体の人は多分ね、えー、3分の1ぐらいで離脱してるんでしょうね。はい、僕の動画みたいなもんは、はい。ただもう最後まで見たら見たで、あおもろかったなって。 チャート分析って何やったかなって <laughs> ちょっとツアーとんだけど思 <laughs> える動画にはなってったと思うんで <laughs>、はい、あの楽しんでいただけた方は、えー、高評価ボタン忘れずに、えー、チャンネル登録してない人はチャンネル登録忘れずに <laughs>、はい、よろしくお願いしますはいということで、えー、今日は以上で終わりたいと思います、えー、最後までご視聴ありがとうございました、えー、本日の動画は参考になったな旅になったな面白かったなと思っていただいた画面の前なのらのぜひぜひ、ね、チャンネル登録ボタン高評価ボタン忘れずに、えー、チャンネルそして動画の上をよろしくお願いいたします最高やったな今日なめっちゃ楽しかったわ久しぶりに楽しかった <laughs> やっぱり上昇の可能性があるよっていう時の動画の方が結果やっぱ楽しいね。はい。まあこれはもう僕の個人の、まあ、ポジ、ポジションな感じですけど、ポジトークでポジションを持ってるわけじゃないかな。うん、ポジトークってわけじゃないですけど、やっぱ僕は上昇のね、の分析を皆さんにお伝えできるっている時が一番楽しいですね。はい。まあそのところで、えー、今日は以上で終わりたいと思います。えー、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後ままでごご視聴ありがとうございましたおすすめ動画はこちらチャンネル登録はこちらサブチャンネルのチャンネル登録そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー